リンダル・イーズ・マッカートニーは、アメリカ合衆国の写真家、ミュージシャン、料理研究家、ポール・マッカートニーの初妻。1960年代中盤から後半にかけ、リンダル・イーズ・イーストマンとして、ローリング・ストーンズをはじめとする、様々なロック・ミュージシャン専門のカメラマンとして活動。ビートルズのポール・マッカートニーと1969年に結婚し、リンダ・マッカートニーになる。 1971年から約10年にわたり、ポールのバンド、ウィングスで、コーラスとキーボード担当のオリジナルメンバーの一人として活動し、ウィングス解散後もポールのコンサートに参加するなど、講師にわたって夫を支え続けた。夫妻揃ってベジタリアンであることが知られ、菜食主義者向けの料理研究家としても数冊の著書を残している。父親のリー・イーストマンは、 ギリの息子であるポール・マッカートニーの弁護士を1970年以降務めている。リンダ・マッカートニーとポール・マッカートニー弁護士、リー・イーストマンとルイーズ・サラリンドナーの娘として生まれ、ニューヨーク郊外のウエスト・チェスターにある高級住宅街スカースデールで裕福な幼少時代を過ごした。なお、旧姓がイーストマンで職業が写真家だったことから、 イーストマンコダック社の一族と血縁関係にあるのではないかという噂が立ったが、本人はインタビューの中でこれを否定している。ロックンロールや R&B に陶酔する活発な少女だったようで、両親に内緒でバディホリーのライブを見に行ったことも。1962年に大学在学中に知り合った地質学者のジョセフ・メルビルシー・ジュニアと結婚し、 長女のヘザーを設けたが、保守的な夫と外交的な性格だったリンダーの性格不一致からわずか1年足らずで離婚する。同年には母ルイーズがアメリカン航空一便墜落事故で死亡している。短い結婚生活を終えると、彼女は幼いヘザーを連れて故郷ニューヨークに戻り、撮影の技法を勉強して本格的に写真家としての活動を開始する。 そして撮影したローリングストーンズの写真が音楽雑誌に掲載されたことをきっかけに一躍有名になる。その後、ジミ・ヘンドリックス、ジャニス・ジョプリン、サイモンガーファンクルなど当時のミュージックシーンを代表するミュージシャンたちを撮影。ヘンドリックスやポール・サイモン、ミック・ジャガーなどとは普段でも親しかったと言われている。1967年。 ロンドンのバック・オネールズというクラブでビートルズのポール・マッカートニーと知り合う。当時ポールはジェーン・アッシャーと婚約していたが翌年になって破局。その後すぐにポールとリンダは交際するようになる。そして1969年3月12日に正式に結婚。しかしビートルズのメンバーの中でもとりわけ存在感の強いポールと結婚したリンダと ジョン・レノンと結婚した、小野陽子に対する世間の風当たりは、非常に強く、離婚歴のある子連れの女性であることなども含めて、彼女たちは、心ないマスメディアや女性ファンに攻撃された。ポールとの結婚後は、彼のファーストアルバム、マッカートニーのジャケットなど、夫やごく親しい人物に関連する撮影以外、写真家としては、実質的に引退、1971年からは、 ポールが新たに結成したバンドウィングスのオリジナルメンバーとして参加。1970年代を代表する人気バンドとなったウィングスの中ではコーラスとキーボードを担当し、アルバムのみならずステージ上でも演奏したが、もともと音楽的な教養や経験がなく、素質に欠けていた彼女の演奏力は評論家やファンに強く批判された。しかしながらリンダのコーラスは、 ウィングスやポールの作品では重要な要素を形成していると言える。クック・オブ・ザ・ハウスではメインボーカルも披露している。ポールとの間には一男二女を設け、長女のメアリーは写真家、次女のステラは世界的な人気ファッションデザイナー、長男のジェームズはミュージシャンとして活動している。ポールが成田空港にて大麻不法所持容疑で1980年1月16日に 逮捕されたのをきっかけに、ウィングスは活動休止状態になり、翌81年に事実上解散。しかし、それ以降もポールは、自らのソロアルバムに度々、リンダをコーラスで参加させ、1990年代に行った2度のコンサートツアーでもウィングス時代同様に、彼女をキーボーディストの一人として起用している。また、時々プライベートでレコーディングもしていた。 一部の企画版を除くすべてのポールのオリジナルアルバムに彼女の名前は記されている。1992年と1996年には結婚前の写真家としての活動を総括する内容の2冊の写真集シックステ s Roadworks を発売。1990年代にはベジタリアンのための料理研究家としても活躍の場を広げ、 テレビのレギュラー番組を持ったり2冊のレシピ集も発表した他に冷凍食品の開発、監修もしている。1995年に乳がんであることが発覚。同年秋に行われた手術は成功し、一旦は解放に向かっていると思われていたが、1997年に再発。やがて各部位に転移し、手の施しようのないほど病状が悪化してからは、 アリゾナ州にある別荘で家族と共に余生を過ごしたと言われている。アリゾナ州の通村にて1998年4月17日に死去。遺体は火葬にされ、遺体の半分はポールが所有するスコットランドの農場に、そして残りは通村の別荘に巻かれた。死後にはポールと録音した曲を集めたアルバムワイドプレイリーが発売され、 1998年6月8日、リンダを追悼するメモリアルサービスがロンドンのセントマーティン協会で行われた。翌1999年には、ポール・マッカート・ニーによるリンダへの追悼の意を込めた2枚のクラシック作品が発表された。2000年の3月には、当時62歳だった最初の夫ジョセフ・シーが拳銃で頭を撃ち抜いて自殺する。 それはポールが後に夫人となる、年下の元、モデル、ヘザー・ミルズとの交際を正式に認めた、翌日のことだった。カッコ内は、出版社名と発表年。ありがとうございます。